どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はハワイの空港におりまして、ダニエル系井上空港でしたにいます。で今私第2ターミナルにいて、これからねホテルの方に向かうんですけども、今回ねシャトルバスっていうので、ロバーツハワイエクスプレスですね。今回こちらの、シャトルバスね、を、紹介させていただきたいと思います。でね、ターミナルの出口がちょうどあそこなんですよね。あそこから出てくる感じで、であの出口からちょうど出ていただいて、まあ道路出てもいいんですけど、そのまま右来ていただいて、こっち側でここに看板があるっていう感じで、向こうに黄色いね、アロハシャツ着て緑の、タブレットを持ってる人いますよね。あそこにいる方たちが店員さんで、あそこにいる方たちに、行きたいホテルをね伝えると、行ってもらえるということで、で料金の方が、16ドルか17ドルぐらいで、往復だと少しディスカウントが入るみたいな感じで、で私ね行きと帰りのホテルが違うんですけども、そういうのもね対応してくれるんで、ぜひおすすめとなっております。それではね、今からね実際に乗ってみますんで、行ってみたいと思います。それではねバスの方に行きました。中はねこんな感じとなっていて、まあ、12人ぐらいですかね。それでは出発をしばらく待ちたいと思います。それではね、バスの方を降りました。今回は、ロバーツハワイエクスプレスを紹介させていただきました。まあ、これ何がいいかって、乗って降りて結局チップもね全部込み込みで、片道16ドルか17ドルということなんで、非常にね日本人にとって利用しやすいですよね。でまあ予約もね、もちろんあのネットで事前予約も可能なんですけども、予約不要でもね利用できるということなんで、おすすめとなっております。今回の動画はねちょっと短くなってしまったんですけども、シャトルバスの紹介でした。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、もチェックとフォローしてくれるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。